で、前提のその3としては、なりたい自分像に制限が一切ないと考えましょうということで、まあ、よくありがちなのが、年収1億なんて無理だよとか、これはできないでしょみたいな思い込みって結構自分に制限をかけてしまうことがあります。で、まあ、結構そのよくある例として、その何でしょう、5年で資産100億欲しいみたいなことを言っている人を見ると、大体の人がいや無理だよみたいなことを言うんですが、実はそんなことないですと。で、大体のことは無理でないものが多くて、例えば、僕の知り合いだったこのグリーの田中さんっていうのを出会った時はまだまだ6年ぐらい前で、普通の楽天のサラリーマンだったんですね。ただ結構情報志向があって、なんかその世の中に影響を与えるウェブサービスやりたいみたいなことを言っていて、もちろんお金持ちになりたいっていう気持ちもあって、当時はみんなまあ、頑張れみたいな感じだったんですが、本当に5年とかで資産3000億とかなって、日本のネット企業で2番目に大きい会社とかになったりしていて、でそのグリーの田中さんが特別優秀だったかというと、まあ、失礼な話、そんなに他の人と変わりがなかったような気がしているので、まあ、そういうので、まあ、無理でないことが多いなというふうによく感じています。で、慣れると思ったものには本当に何でも慣れてしまうっていうのがあります。で、これ有名な例としては、イチローの小学校の時の作文というものがあって、非常に明確に、高校ではこうなって、大学、その後プロに入ってどのぐらい成績を収めてこのぐらいの選手になりますっていうのが当時から非常に明確に書かれてたというのがあります。というので、なんか紙に書いたりして、こうこういうふうになれると思ったものっていうのが、大体何でも慣れてしまうということがあるようです。で、実践編なんですが、軽っとサクッとまとめちゃいました。で、これはやりたいことを全て書き出してみるっていうのが1番目にあります。で、これがなんか100個から1000個ぐらい出るといいかなと思っています。で、不思議な話があって、大体やりたいことを書き出してみると7割ぐらい叶うっていうふうに言われてるんですね。で、これなぜかっていうと、さっきの話と同じで、紙に書いてこうなろうと、なりたいとかなろうと思ったものに行動が引きずられるので、結構その通りになったりします。例えば英語で海外の人とコミュニケーション取りたいって書くと、ここに書いた瞬間に脳が、あ、これやんなきゃと思ったりするので、それで英語の勉強を自然に始めたりとか、英語でコミュニケーション取るはずなのに取れてない自分はおかしいと脳が勘違いして、なんかそこに戻そうとしてやってしまうとか、そういうことがあるみたいです。ただそれ、やりたいことを書いただけだと効果が薄いの で、それをなんかこう3種類ぐらいとかにまとめたりして優先順位をつけていくみたいなことが重要です。例えば仕事と家族と健康みたいなジャンルに分けてみるとか、まあ、この仕事の中でもお金がたくさんもらえる方が優先なのか、こう大きな仕事をやるのが優先なのかとか、そういったものをまとめてみるといいと思います。で、その後にさらに効果があるのがスケジュールを引くというところですね。例えば、じゃあ年収1億になりますっていうものをいつまでっていうふうに決めていないと、なかなか行動に移しづらいので、まあ、例えば35歳までに年収1億になりますとか、40歳までになんとかパリコリに出ますとか、何でもいいんですけど、っていうふうに引いてみると、おのずと行動が決まってくるという形になります。で、僕もこれなんか確か20歳ぐらいの時に聞いたり見たりどっかでしたんですけれども、これをやってみると、まあ、本当になんか7割ぐらい10年間で叶ってるんですね。で、当時はなんかこう会社やりたいみたいな気持ちも全然なくて、で別にお金も特に欲しくはなかったんですけど、まあ、なんかそういうものをこう理想論を書いていくと、不思議とそんな感じで進んでいたりします。で、ここをやっておくと、結構自分の未来像というか、こうなりたいなっていうものがより明確になって、本当にこうなりたいっていうところからなるんだっていう気持ちに脳が変わってくれるので、まあ、こういったやり方をするのがおすすめかなというふうに思っています。はい、というわけで、メッセージとしては、自分が想像するかっこいい大人になるのが一番だと思っているので、まあ、そういうものをちゃんと想像してこうなりたいなと思うものを作りましょうという感じが今回の発表になります。
はい、というわけでご清聴ありがとうございました。でですね、時間が結構余っているんですけれども、やりたいことが1個あって、こう皆さんこの話を聞いたりした結果でもいいですし、まあただ単にこう IT 企業の社長に聞きたいことでもいいんですが、質問をですね、紙に1回こう3分ぐらい、お時間を取るので書いていただいて、端から順にその質問を言ってもらいます。でそれについて僕が全部答えるというものをやりたいなと思っています。でせっかくこの場に来ていただいているので、一方通行だけだとつまらないので、ちょっとインタラクティブにしたいなと思って、そういうことをやりたいなと思っています。というわけでですね、この時計で1時23分までちょっと質問を書いてもらってもいいですか。で発表の時のルールとしては、その紙に書いてあること以外は一切しゃべってはいけないと。なんかこう結構補足したりとか、今日は貴重なお話ありがとうございましたみたいなのがあるんですが、時間がもったいないので質問だけをさらさらという形にしてください。というわけでちょっとよろしくお願いします。メモ帳とか出せたりします？なるほど、じゃあここにちょっと追加でここに書いちゃってもいいですか？はい、というわけでいかがでしょうか。ではですね、こちらの端の方から前の方から順番にお願いします。で何か質問がある場合は書いたことだけを発表してください。で1個ずつでいいです。でちょっと時間があんまり余裕ないので、1人1個ぐらいだと思うので、自分が書いた質問の中から一番聞きたいものだけをちょっとサクサクっと言ってもらっていいですか。ではお願いします。はい、はい、お、了解です。じゃあ後ろの赤い服の方お願いします。はい、長いんですけど、はい、人間尊重の経営なんて昔前は言われたんですけど、うん、今結構利益優先の企業が多いと思うんですが、はい、了解です。じゃあ隣の方お願いします。じゃあその後ろの女性の方お願いします。じゃあそのお隣の方、何かあれば。一番最初3人で会社をやられたと思ったんですが、はい、そのきっかけは何ですか？3人の、了解です。じゃあこの前の方お願いします。古川さんの将来のかっこいい自分像を、はい、
はい、じゃあその後ろの方お願いします。はいはいはい。その後ろの方お願いします。はい、お、じゃあその一番後ろの方、じゃあこの真ん中の前の方お願いします。なるほど、知りたいですかね。じゃあその後ろの左の方をね、こちら側の方お願いします。はい、最初にサービス立ち上げた時にいろいろ立ち上げられたと思うんですけど、一番最初の頃かなり苦労されたと思うんですけど、苦労話。了解です。じゃあその隣の方お願いします。はい、やりたいけどもスケジュール的にできそうにないことっていうのを諦めてるんですか。おお、なるほど。じゃあ、 あの女性の方お願いします。はい、じゃあその後ろの方、毎日やってること、はい、了解です。じゃあその茶色い服の方お願いします。やりたいことだと思う。どうですかね、考えてるんですけど。うん。ここに入れるとか。おお、なるほど。じゃあその後ろの、じゃあこちら側の方お願いします。はい。なんで最初に自分の活動の場をインターネットっていうところで。あ、なるほど。そのお隣の方、目標を決めて頑張っている途中で挫折したこととか挫折したこととかあると思うんですけど、うん、どうやってどんな気持ちで立ち上がるか。お、なるほど。じゃあその後ろの方お願いします。日常で心がけていること。何で心がけている、日常の中で、はいはい、心がけていること。いつも心がけ、じゃあ前の女性の方お願いします。お、了解です。じゃあその後ろの方、今日お話しされていたことは、はい、あの概念に近いような理論かと思うんですけど、はいはい、それに対して宇田さんが具体的に取ってきた、そこの背景にある具体的に取ってきた行動があるかもしれません。了解です。じゃあ後ろの方お願いします。代表取締りということで人の目に立っているわけじゃないですか。はい、部下の方とか人を使う上で一番大切なことなんですか。なるほど。はい、じゃあ後ろの手前の方お願いします。どんな学部に、はい、じゃあ隣の方、書き出した中で実現できる、あ、なるほど。じゃあその後ろの方お願いします。はい、あ、なるほど。その後ろの手前の方お願いします。未来像を作るにはどうしたらいいか。はい、はい、こんな感じで、他に何かこれだけは聞いておきたいみたいなものが他にある方いらっしゃれば。はい、じゃあここでちょっと順番に答えていきたいと思います。ありがとうございました。